はい、今日はですね、YouTube 始めて4年半ぐらいになりますが、今まで一度も触れてきてこなかったあの人物についての話をね、今日はしていこうと思います。その人物が誰かと言いますと、私の母親です。はい、私の母親の、大川京子氏についての話を今日はします。はい、昼間のですね、太鼓館凸配信を見ていただいた方はご存知かと思いますが、今日ですね、私の母の、京子氏、大川隆法の、前妻の京子氏、私の生みの母親ですね、ファーストマザーですね、の京子氏が、配信をやってるところに来ました。で、黒川さんと、2、30分ぐらい話をして帰っていきました。アーカイブ下に貼っておくんで、見てください。で、この京子さんについての話は、いろいろね、もうツッコミは今までありました。で、家族の思い出シリーズとかね、僕、再生リストを作っててね、下の兄弟の話とか、徳島のね、おじいちゃんの話とか、そういう話はしてきたんだけど、この京子さんについての話は今まで一度もしてきませんでした。なんですが、もう本人が、配信に来ちゃって、で、いろいろ喋っちゃったんで、もう隠しててもしょうがないかなって思うんで、全部洗いざらい喋ります。で、この京子さんの話を僕が今まで4年半 YouTube やってなんで喋らなかったかっていう話なんですけど、なんというか、すごく僕のなんというか人生の暗黒部分というか、負の部分、マイナスの部分というか、その人格形成におけるその暗黒面みたいなのの象徴みたいな存在なので、京子さんが。で、もちろん僕自身のその今のこの性格とか、そういうものにも深く影響を及ぼした人物でありますし、後で説明するんですけども、母親が、ああいう感じだったっていうことで、いろいろと僕自身のその性癖ですね、その女性の趣味というのがもう大きく歪んでしまったという経緯があるので、ちょっとその辺をね、もう順を追って話していきます。もう、本人、もう、チャンネル出ちゃったからもうしょうがないんで喋ります。で、京子さんはですね、劉邦より9歳年下ですね。劉邦が66歳、去年66歳なので、今は57歳かな。はい。です。で、劉邦と確か10年ちょっと前ぐらいに離婚しました。で、2012年ぐらいかなに離婚したのかな。で、その前の、高校3年生ぐらい、僕が高校3年生ぐらいの、2007年から8年ぐらいからもう離婚騒動みたいなことをやって、それで結局5年ぐらい別居して裁判して、で、結局、離婚に至ったという感じです。で、もともと、幸福の科学の副総裁として、長年、教団のナンバー2としてやってきてました。で、東大の教育学部かな。はい。を出て、で、その東大の4年生の時に、その幸福の科学を立ち上げたばっかりの劉邦と出会って、で、その2人とも東大ということで意気投合したそうです。で、東大ので、学生で4年生だったからすごく珍しかったらしいんですよね。その幸福の科学のまだ人数が少なかった頃に来てたんで、若い学生さんが1人で、しかも、なんというか、劉邦は、あんな感じなんで、とてもじゃないけど、モテるような、見てくれでも性格でもなかったんで、バリバリ、ゴリゴリの童貞だった、バキバキの童貞だったんで、劉邦は。バキ童だった劉邦に、結構興味を持って近づいてきた、若い大学4年生の女子大生、しかも、同じ学校ってことで、最初から劉邦は気になってたらしくて、で、自然と、人数も少なかったんで、結構講演会とかやっても人数が少ないから、よく顔を回せるし、それで、自然と2人でご飯とか行くようになって、それで結婚、するという話になったみたいで、で、大学、京子さんが大学を卒業して、その大学を卒業したすぐ、4月かな、に結婚を、しました。で、それで結婚して、それですぐにナンバー2になったんですね。当時はその総裁っていう役職じゃなくて、劉邦が主裁先生っていう、主裁っていう役職だったので、主裁先生と主裁補佐先生っていう感じで、まだ小規模な段階だったんで、1988年かな、1988年だから、できて2年目か、3年目、2年ちょっとしか団体ができてから経ってなくて、まだ宗教法人格もなかった時代だったんで、劉邦が、
まああのとまあ、社長で、まあ、京子さんが、まあ、副社長みたいな感じで運営を始めたそうです。で、その4月に結婚して、で、そっからすぐに、まあ、妊娠をしまして、で、その翌年の2月に生まれた長男が僕ですね。だから、まあ、結婚して、まあ、あの、1ヶ月、2ヶ月ぐらいで、まあ、あの、まあ、妊娠して、まあ、僕を授かって僕が生まれたと、はい、いうことですね。ちなみに、お互い童貞と処女だったそうです。はい。なので、流邦はバキバキ童貞を、卒業して、そのバキバキ童貞を卒業した証が僕ということですね。まあ、それで、まあ、その後5人の、まあ、子供を産みまして、まあ、僕の弟妹、あの、下に4人生まれました。5人、まあ、子供を産んで、まあ、全員京子さんが産んでます。はい。まあ、そんな感じで、まあ、なんで、まあ、社長、副社長みたいな感じでやってたんで、最初の頃は、僕はだから、なんかの動画で話したと思うんですけど、ほとんど、1歳、0歳から3歳ぐらいまで、ほぼほぼ、結構、秋田にいる時期がなくて、秋田県ね、秋田県の由利本荘市っていうのが、その、京子さんの実家で、で産婦人科医なんですね、もう、木村、旧姓木村って言うんですけど、その、木村医院。やっぱそれが産婦人科の、病院なんですけど、今もあるんですけど、そこで、まあ僕は生まれまして、で、まあ京子さんは、聞いてる話だと2週間で、もう、仕事に復帰したそうです。で、東京戻って、で、まあ僕はしばらくだから、秋田にいて、おじいちゃん、秋田のおじいちゃんおばあちゃんに育てられました。その秋田で育てられた記憶はね、まあまああります。まあその東京にいるときはその秘書に育てられてたんですけど、で秘書の人はその、まあ30人ぐらい、変わってるんで、まあ正直誰とかぶっちゃけ全然覚えてないですけど、覚えてないんですけど、おじいちゃんおばあちゃんは、まあ、一人しかいないんで、おじいちゃんおばあちゃんと、あとおじさんおばさんかな、その、京子さんのその、お兄さんと弟がいて、で、まあ両方、まあ結婚してたんで、その、お兄さん、おじさん夫婦、二人ですね、京子さんのお兄さんと、京子さんの弟さんの夫婦と、に育ててもらってたっていうのは覚えてます。うん。まあ、3歳ぐらいまでは、あとその、結構、講談社フライデー事件ね、1991年だけど、まあ、劉邦が悪口記事を書かれた、その、まあ、講談社の、フライデーさんに、まあ、まあ、ぶち切れて、それで、まあ、信者さんを、消しかけて、それで、まあ、突撃させて、で、講談社の社内に、突撃し、まあ、なだれ込ませて、で、ファックスを送りまくって、その業務を停止したとかね、まあ、いう事件がありましたけど、その、講談社フライデー事件とかやってる時期だったんで、僕が2歳の時とかって、まあ、かなり物騒だったんで、オウムとかも、オウムの暗殺者リストに劉邦が入ってたりとかした時期だったんで、たびたびその秋田に紹介させられてたんで、だから僕は結構割と秋田の記憶はあって、その、秋田で過ごしてた時期っていうのは結構長かったですね。まあ、秋田にいる時はその、秘書、宗務本部の秘書の人っていうのは、まあ、一人いたかいないかとか、そんなもんで、まあ、もちろんおじいちゃんおばあちゃんが面倒見てくれるんで、うん、そっちの記憶はちゃんとありますね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、秋田、の由利本荘市から出てきて、まあ、東大に受かってという感じの、まあ、京子さんで。で、まあ、ずっとだから、副社長、まあ、主催補佐から、次は総裁補佐になって、副総裁になったかな、結局最後。まあ、ずっとナンバー2で、十何年やってきてっていう感じでした。で、まあ、なんかの動画で話したかと思うんだけども、まあ、まあ、僕の面倒は基本的にその、女性、その担当の教育係の秘書みたいな人が見てたんですけども、そのテストの点数とか、勉強進捗とか、の報告、報告書みたいなのをまず第一段階で見るのが京子さんだったんですよ。で、京子さんの、が見たのをそのさらに上の、段階で劉邦が見るっていう感じだったんで、その学校のテストの点数とかそういうまあ細かいのとか、まあ、まで劉邦は多分把握してなかったと思うんですけど、うん、まあその京子さんは一応そこら辺は見てたかなって感じです。で、まあ学校の点数で100、まあ悪い点数を取るためにまあ僕はなんでこんなもんでもできないのって言ってもボコボコにまあな。殴らしたということですね。はい。まあ、女性秘書にも殴らしたんですけど、まあ、京子さんにもボコボコに殴らして、で、まあ、今日ね、配信で見ていた方、抱いた方からは想像つかないかもしれないですけど、今あんな感じで穏やかに話してますけど、本当に怖かったです。本当にもうずーっと怒鳴ってるし、ずーっとぶち切れてるし、ずっと殴ってくるし、ずっと物を投げつけてくるし、本当に怖かったです。本当に怖くて、本当に、まあ、一言言っちゃえば僕の恐怖の象徴みたいな、感じです。本当にだからもう怒り出すと止まらないし、その、物投げてくるし、殴ってくるし、あと、わけわかんないところで切れるし、2、3秒前まですごい穏やかにニコニコしたのに、いきなりなんかパーンっていう瞬間、弱化式みたいな感じでぶち切れたりとかするから、本当になんか予想ができないから、本当に怖くて、
で、本当に怖かったです、とにかく。で、そうですね、しょっちゅうだから殴られたり怒鳴られたりして、僕、もうしょっちゅう泣かされてました。はい。まあね、とにかくだからその怒りに来るんですよね。その普段は勉強とか、その身の回りの世話とか、その女性の秘書が見てるんですけど、大体だからその京子さんが僕のところに来るときって怒りに来るときなんで、そう、テストの点数が悪いときとかに大体怒りに来るんで、もう算数で悪い点取ったときに、なんでこんなまねできないのって怒りに来て、それで殴りに来るっていう。だから僕はその殴られるときしかその京子さんと接してないので、なんだろう、恐怖の象徴なんですよね。だから、そう。で、まあ、いろいろね、さっきいろいろ思い出したら、いろんな記憶が蘇ってきて、五反田の、東京物報館っていうのがあって、もう、今、もう解約してるんですけど、まあ、ワンフロア家賃100万の、永田ハウスっていうマンションがあって、五反田にね、五反田の池山って、まあ、上尾崎とかの住所だと、上尾崎なんですけど、そこの6フロアを全部貸し切って、家賃毎月600万払ってた、太鼓判を建てる前に、住んでた、東京物報館っていうのがあるんですけど、そこの床っていうのが、なんかそのフローリングなんですよね。板の、まあ、木のフローリングで、で、京子さんは、スリッパを履いてたんですね。で、スリッパを履いてて、ちょっとだから厚底みたいな、なんか革製かな？で、ちょっとまあ5センチぐらいあるぐらいの、ちょっとまあ、そこが厚い、スリッパを履いて、すごい独特の音が鳴るんですね。もう、なんか、パタン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 って、なんかその廊下が結構長くて広かったんで、すごい響き渡るんですよね。で、まあ、そうやって怒鳴りに来るときとか、怒りに来るときとかに、遠くからだんだんそのパタンパタンって音が聞こえてくるんですよ。で、そのドアがあるじゃないですか。でもドアの近くにどんどん近くなって大きくなってきて、それでもうドアをバーンって開けても、広しねえよって言うのって、だからそのスリッパの音が聞こえてくると、もう怒られるっていうことがわかるんで、もうビクってなって、その身構えちゃうっていうか、だから夜中とかに、まあ、なんか、ちょ、スリッパの音みたいな、違うんだけど、スリッパの音みたいな、なんかその空調が、なんかガチャっていった音とかで、パッて、はっ、はっ、みたいな感じになってて、でも、本当になんか夜中の3時とか4時とかに来たりとかする時もあるんで、突然変な時間にいきなり部屋にもうガチャって入ってくるんで、もう怖くて怖くて。で、まあ、これ、まあ、僕のまあ、家での生活の話なんですけど、僕って、寝るとき、基本的に、電気全部つけて寝るんですよ。そう、部屋絶対暗くしないですよ。で、まあ、それもなんか習慣になっちゃって、ずっとその部屋の明かり全部つけて寝るんですけど、まあ、まあ、理由があって、それがその夜中に突然京子さんがいきなり来たりとかするとするから、で、その他の京子さん以外の女性秘書が来る場合もあるんですよ。で、その時は別になんかそんな身構えなくてもいいんですけど、京子さんが来る時は大体そのドアバーンって開けても、よっしゃ、見てないか、来るみたいな感じで何来るんで、なんだろう、暗い時にいきなり来られると、もう本当に、なんか心構えができないっていうか、だからすぐ、部屋を明るい状態にしてて、その部屋に入ってきたのが、京子さんかそうじゃないかっていうのをすぐに判別できる状態にしておかなきゃいけなかったんで、だから僕はずっと部屋の電気は明るくして寝てます。本当、小学校4年生ぐらいかな、まあ、受験勉強、そう、しばかれるようになったのが、大体受験勉強が始まったぐらいかな、小4ぐらいからしばかれるようになったんで、そこからずっと部屋はもう全部明かりマックスの状態で寝るのが習慣になっちゃって、今でもそうしてます。はい。まあ、っていう感じで、まあ、そんな感じで、まあ、本当にもうそういう感じでした。はい。で、まあ、結局だから中学受験で、まあ、僕が失敗したんで、第一志望に受からなかったんで、それで劉邦と京子さんはどっちに責任があるってことを、まあ、責め合って、これはいろんなとこでもう言ってるらしいですけど、まあ、あんたが悪い、なんかまあ、劉邦は、まあ、京子さんの方がテストの点数とか、まあ、頻繁に見てたから、なんかお前がちゃんと育てなかったのが悪いって言って、で、まあ、京子さんの方は、広志はもともとバカなのに、その広志に無理な目標設定を、東大法学部現役合格なんていう無理な目標設定して、あんたがお前が悪い、あんたが悪い、お前が悪い、あんた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 が悪い、
敗から始まって、まあ、そこから、まあ、仲睦まじい夫婦であった2人の仲はもうだんだんと悪くなっていくわけですね。だから2人の離婚の原因の 50% は僕の受験の失敗です。まあ、これ多分別の動画で言ってるんですけど、そこから仲悪くなったんで、そこからずっと毎日怒鳴り合いの喧嘩をするようになったんで、そう。だから、半分、2人が離婚した原因の半分は僕が作りました。うん。まあ、もう半分は、まあ、僕はその後ね、中学受験失敗して、で、まあ、高校受験で早稲田受かったんだけど、まあ、早稲田に1年間、早稲田の付属校、総大学院に1年間通ったんだけど、まあ、性欲
の実現のために早稲田を辞めて、あの共学のね、男子校の早稲田を、男子校の総大学院を辞めて、あの共学の青山学院高等部に行って、あの性欲実現党の党首になったので、まあそこで留保は東大総計以外、東大総計以上じゃないと大学じゃないと、青学、マーチは専門学校だっていう考え方なんで、ヒロシ、お前は大卒になることを辞めて専門卒になるのかと、お前の考えてることは何一つわからないっていう感じで、そこから家を追い出されちゃって、高校生の時はずっとその、その太閤館から歩いて3分ぐらいの、職員寮、男性職員が住んでる6畳一間の寮に、叩き出されて、そこに封印されてたんですけど、まあそういうことがあって、高校生の時はずっと、実家から叩き出されてる状態だったんですけど、だから劉邦とも兵庫さんとも、全く会ってなくて3年ぐらい。で、高3になった、高3のね、夏ぐらいかな、にいきなりその、なんか、その、呼び出しがかかって、その、対抗官にね、なんか、ちょっと、ヒロシ来いと言われて、で、劉邦から、実は、ママと、劉邦はその、京子さんのことママって言うんですけど、その、ママと離婚したいと思ってるって。ってなって、そこからいろいろ劉邦からその、状況を聞いて、で、京子さんがその時も、家を出てってて、広尾にマンションを借りてて、で、広尾のマンションにいる京子さんのところに、その、劉邦がこういうこと言ってたよっていう、話を伝書バトンみたいな感じで伝えに行って、で、京子さんの言い分、劉邦がこんなこと言った、あんなこと言った、ひどいんだ、みたいなことを聞いてきて、それをまた劉邦に伝えて、で、劉邦の言い分を聞いて、また京子さんのところに伝えに行くみたいなことを、高校3年生の秋ぐらいかな、にやってて、で、結局、2人の間を行ったり来たり、ずっとしたんだけど、結局話がまとまらなくて、結果離婚するっていうことに、なりました。で、仲をね、僕はちょっと取り戻そうとしたんだけど、二人とも仲良くしないよみたいな感じで言ったんだけど、やっぱりちょっとお互い結構、なんていうかね、意地っ張りというか、強情だから性格が、やっぱり、謝れないっていうか、ね、やっぱ折り合いがつかなくて、結局だから結局5、6件ぐらい訴訟して、で、その結果離婚するっていうことに、なって、っていうのがあったんですね。で、実はその、僕が大学1年生の時にその、ブッダ最短っていうアニメ映画を、作ったんですけど、その映画映画を作る、やろうかなって思った理由の一個が、実はそれで、二人の、離婚の理由を、半分、50% を僕が中学受験を失敗したせいで作ってしまったっていうのは、これは紛れもない事実なんですよね。いや、もう半分は、仕事の運営の話とかで、劉邦が総裁で、京子さんが副総裁で、社長副社長でやってたんだけど、やっぱりちょっと運営方針とか、いろいろ合わなくなってきて、で、結構だから、他の、専務とか常務とかの、他の職員さんからは、ちょっと京子さんを辞めさせてほしいみたいな、クレームが出てきて、それで、劉邦が、やむなく、副総裁辞めさせて、それで、なんか名誉職みたいな感じにしようとしたら、もう京子さんがぶち切って、もう冗談じゃないわよ、この教団こんなに大きくしたの誰だと思ってんだよ、そんなこと私を組みすると思ってんだよ、あんたら全員組みしはれよみたいな感じでぶち切れまくって、でもう収拾つかなくなっちゃって、もう劉邦はもうダメだってなって、結局、辞めさせざるを得なくなったっていう、その仕事の面でのいさかいですね。っていうのが 50% でも半分は僕が作ったのはそれは間違いないので、僕がその麻布に受かって東大法学部に現役で受かってれば、2人はね、仲良く今でもやってたわけだし、だからちょっとそれで離婚するってなった時でも結構割と頑張ったんですけどね。でもやっぱり難しくてっていうところで、劉邦からその映画を作ってほしいっていう、話が出たんで、ちょっとそれはなんか罪滅ぼしじゃないけど、そのためにやろうかなって思って、一本目のブッダ最短っていう映画は僕はやることにしたんですよねっていう話があって、そんなこんなで離婚して、そこからずっと、裁判やって、劉邦も再婚、セカンドマザーの塩さんと再婚して、しばらく接触はなかったんですけど、それで、あれかな。で、僕が、清水建設で3年働いて、また戻ってきて、2年ちょっとぐらい、また映画作ったりとかして、で、辞めて YouTube 始めて、で、YouTube 始めてちょっとしたぐらいの時に、その京子さんの方から連絡があって、舞台を見に来たんですよね、僕がやった。その舞台を見に来たりとか、何回か接触があったんですけど、そこからあんまり、僕は深入りをすることをしなくて、それがなんでかっていうと、今日の配信でも言ってたんですけど、京子さんが今、カトリックのキリスト教系の、宗教団体に所属してるんですよね。で、ぶっちゃけて言うと、結構その宗教の話とかを結構してくるので、ちょっとヒロシも教会に修行に来ないみたいなことを言ってくるので、ちょっと怖くて、
まあ、僕はちょっとその宗教の道に進む気がないので、ごめんなさい、ちょっと僕はあのエンターテインメントの方でやりたいんでっていうので、あの断って、それでちょっとだからあんまり、まあ、顔を合わせたくないなっていうのがそこからあって、あんまり接触しないようにしたんですよ。あのやっぱり会うとやっぱその宗教の話になるから、ちょっと僕はちょっと別の宗教をやるつもりは毛頭ないんで、あのちょっと、まあ、そこら辺があの怖くて、あのなんか、うん、まあ、ちょっとだからあんま合わないようにしたっていうのが正直なところです。で、まあ、なんですけど、まあ、こっからですね、今日の配信で、まあ、あの京子さんが暴露した、グレーゾーンね、映画グレーゾーンの、借金の3000万を、まあ、僕が借りてる相手は、まあ、京子さんだったっていう、まあ、話なんですけど、そうなんですよ。で、グレーゾーンを作った時に、最初、当初ね、これはなんか別の動画で話したと思うんだけど、制作費を5000万円で想定したんですよね。まあ、5000万円っていうのが、当時だから、2019年の夏ですね、に僕の手元にあった貯金ですね、が5000万ぐらいで、その手元にある貯金を全部ぶっ込んで、その、まあ、グレーゾーン作ろうと、まあ、いうことでやったんですよ。で、貯金全部ぶっ込んで、あの、やろうと、まあ、いう感じで5000万で見積もってたんですけど、その、撮影が始まる2週間前ぐらいに、その、まあ、制作会社から予算が上がってきて、で、上げてこられた数字が8000万だったんですよね。で、いや、なんでこんな多いのみたいな感じで言ったら、あの、まあ、ちょっといろいろと、まあ、理由があって、みたいな。で、いや、もう金ないんすけどって言っても、あ、じゃあちょっと一回その座組ばらしますかって言われて、そのスタッフさんとかキャストさんとかもう集めちゃってるけど、まあ、取れないってことになるんで、いや、ちょっと分かった。ちょっと一回とりあえずまず取ろうと。でも、お金のことは後で考えるからもう取ろうって言って、2週間前だったんで。で、とりあえず取りました。で、撮影し終わった後に、まあ、もう一回そのお金の話になって、やっぱりどうしてもその8000万かかると言われて、いや、どうしようと思って、でも当然5000万はもう全部使い切って、もう1円もないので手元には。なので、3000万を調達しなきゃいけなくて、で3000万をまあ調達するためにどうしたらいいかって考えて、もうとにかく誰かに頭下げて借りに行くしかないということで、何人か回ったんですよ。何人か当てがあるとこ回って、結局ね、まあそれは3000万なんてそれは貸してくれないんで、どうしようって思って、で、まあ最後に思いついたのが、まあ京子さんだったわけですね。もう一番だからもうそのまあ絶対これ言ったらその宗教入れとか絶対言われるだろうなって思って、まあでももう背に払いには変えられないと思って、もうあの3000万持ってこなきゃその映画作れないんで、だからもう恥を忍んで行ったわけですよ。で3000万貸してくれたっていう話です。はい、まあそんな感じで、はい、そういうことですっていう話です。なので僕が3000万借りした相手は京子さんです。はい、その通りです。で、ほとんど返してません。で、その返す返済の目処も立ってないです。はい、という話です。まあ、そんな感じですね、関係性としては。はい、まあ、そんな感じで、いろいろと、まあ、もう話すとめちゃくちゃ多分今話してるうちに今いろんなことを思い出してきてるんであれなんですけどっていう感じで、でも3年ぐらい顔合わせなかったです。3年ぐらい顔合わせなくて、だからあれか、そのやっぱグレーゾーンのあれかな、お金借りに行った時以来顔を合わせなかったんで、はい、それ以来ですね。で今日だから配信の時にいきなり来たんで、まあああいう感じのリアクションになったっていう、そう、まあまあもうめちゃめちゃ挙動ってたと思うんですけど、それはそういう理由、それ以来そのグレーゾーンのお金の話した以来なんでそのあったのかっていう感じです。はい、そんな感じですかね。あとは何かな、あとはそうですね、まあただなんだろう、まあ劉邦と、まあ、京子さんの、まあ、違うところっていうのは、まあ、劉邦は、まあ、基本嘘つきなんですよね。しょっちゅう嘘つくんで、基本的に、まあ、息を吐くように嘘をつくんで、マジで信用ならないやつなんですけど、まあ、京子さんは、まあ、ぶっ飛んでるというか、めちゃくちゃなことをばっかり言うし、いきなり怒るんだけど、嘘はつかないですね。嘘は絶対つかないです。そう。だから、自分が勘違いしちゃって変なこと言っちゃうとか言うけど、嘘をつくってことはないですね。うん。だから、自分が間違ってるなって思った時は、ごめんって謝るし、なんだろう、裏表が全然ない性格なんで、ただ、ちょっとあまりにも、まあ、突拍子がなさすぎるというか、いきなり今日みたいな感じで、何の前触れもなく来たり、その店に来たりとか、その舞台、そう、舞台見に来た時も、なんかその楽屋に行って、その、ヒロシの母ですみたいな感じで、なんか、いきなり共演者の役者さんとかになんかいろいろ、なんか差し入れみたいなの配ったりとかで、いや、なんか行ってから行ってくれよみたいな感じで、まあ、そういう、突然、なんか突然来るんで、突然来て、突然、
とんでもない、なんかその予想つかないような行動するんで、怖いんですよね。だから今日もいきなり来て、本当に何言うんだろうって思って、またなんか怒鳴り散らされたらどうしようって思って、まあそんな感じですね。うん、あとはまあ、だこう本当に恐怖の象徴みたいな僕の中で、うん、感じで、やっぱその殴られたりとか怒鳴られたりとか してるのがもう僕の本当に、まあまあもうまあ、小学校4年生ぐらいか、まあ、だからもう9歳10歳ぐらいからでも刷り込まれてる、恐怖が刷り込まれちゃってるんで、そうで、そうなんですよねっていう強烈なその、まあ、恐怖体験のもう恐怖の象徴そのものみたいな感じなので、僕の中で、そう、だからちょっと、なんだろう、うん、今日もだから、顔を合わせた時にもう、脇汗、もう、ビシャーって、多分、もう、2リットルぐらい、その、帽子服の、中で、2リットルぐらい脇汗、ビッチャーって書いてたんですけど、まあ、っていうような感じで、今も、すごく、具合が悪いです。今、こうやって喋ってるけど、今、めっちゃ具合悪いです。なんか、めっちゃ、なんか、この辺、気持ち悪いです。はい、っていう、まあ、トラウマがちょっと呼び起こされちゃったなって感じなんだけど、そうで、まあ、そんな感じだったんで、まあ、僕がですね、最初に話したんですけど、まあ、女性の趣味が歪んでしまったっていう話で、高校1年生の時にその初めて付き合った彼女が一緒にいると、まあ、1日10回ぐらい殴ってくるとか、あとろうそくを、SM 用の 低温ろうそくじゃなくて常温ろうそくを垂らしてくるとか、目隠しして、で、ベッドにこうやって縛り付けて、で、脱がされた自分のパンツを口の中にこうやって突っ込まれて、でも、制服のベルトでもう、バンバンって、みたいな感じの、一番最初にちゃんと付き合った彼女、がいたんですけど、まあ、その彼女が大好きだったんですけど、まあ、そういう、バイオレンスな、こう、というか、まあ、自分のことを殴ってくる子しか好きになれなくなっちゃって、まあ、そっからだから、まあ、ちゃんとした恋愛ができなくなっちゃって、その普通の子じゃ満足できなくなっちゃって、それで結果、ちょっとやばいのと、付き合って子供作っちゃって、まあ、バツイチになったっていう、はい、今の34歳なんですけど、だから、すごく人格というか、もう性癖というか、女性の趣味というか、やっぱ、あれですね、心理学的に言うと、そのマザーコンプレックスって言うんですよね、きっとこれ知ってますよ。僕知ってますよ。はい、知ってるんですよ。はい、知ってるんですけど、頭では分かってるんですけど、そういう、なんか、自分を迫害するというか、自分を虐げる人しか、好きになれないっていう、はい、そういった、女性の趣味になってしまいまして、それで、まあ、ちょっと人生がめちゃくちゃになってしまったっていう、まあ、その元凶を作ったのが、今日、来た京子さんという話ですね。はい、ということで母親の京子さんについて語りました。まあ劉邦が死んだということで、はい、うん、ちょっとだから今日配信来ましたけど、ちょっとだからなんかしてこないかちょっと怖いですね。でとりあえず3000万は、劉邦の遺産で返します。劉邦の遺産で返します。すいません、本当に当てがないので、まあ、3000万は絶対あると思うんで、それで返します。まあ、今日話した感じだと多分、まあ、それは多分待ってくれるんじゃないかなっていう気がしたんで、あ、わかんない、いきなりぶち切れ始めて今すぐ返せとか言われる可能性もあるんですけど、多分今日の感じだと多分待ってくれる気がするんで、ちょっと劉邦の遺産でその3000万はしっかりと返済しようと思ってます。ということで、今まで話してこなかったんですけど、この母親の、まあ、京子さんについての話をしました。はい、ということです。はい、まあそんな感じです。ちょっともう今日はいろいろちょっと思い出しちゃって PTSD みたいな感じになってるんで、あんまりちょっと、はい、あんまり頭が回ってない状態なんですけど、はい、一応そういうことです。ということで、家族の思い出シリーズ、はい、母、京子ということでお届けしました。以上です。